青い海と緑の森、豊かな自然と温かい人情を誇る観光都市の京山南道サチョン。サチョンの代表村の川仁名チョリャン村で農村体験をして旅行の楽しさと活力を得る。忘れられない思い出の地、川仁名チョリャン村への旅に一緒に行ってみよう。都会では見られない故郷の城主がそのまま残っている川仁名チョリャン村。ここでは訪問客のために四季折々のさまざまな収穫体験ができる。村の住民たちがエコ農法で真心込めて育てたかぼちゃを畑に入ってもぎ取ってみる。生まれて初めての収穫作業、子どもたちの満足げな表情。川仁名チョリャン村には面白い体験プログラムがたくさんある。餅作りもその中の一つ。釜で蒸したもち米を餅つきした後、きな粉をつけて作る韓国伝統の餅インジョルミ。餅の作り方も習い、空腹も癒す一石二鳥のプログラムだ。自分の手で直接野菜を収穫し、韓国の伝統遊びも楽しめるところ。村で特に人気がある体験はこれだ。これ잡았어요。これ잡은거뭐예요？다시。村の前にある澄み切ったチョリャン川で川仁名を取ってみる。川仁名を取った後は川に飛び込んで水遊びを楽しむ。魚を網に追い込んだりする。自然と共に楽しみ、自然と一つになる体験。忘れられない思い出と生きがいを見つける。素朴な自然を誇るサチョンには見どころが多い。本明山にあるタソルサ、京山南道で最も古いお寺だ。昔からお茶文化が発達したサチョン。平地にある緑茶畑のうち国内最高の広さと言われる多自然緑茶団地はサチョンのもう一つの名所だ。豊かな自然の中に抱かれ、楽しさと安らぎを得て、さまざまな遊びと体験を通して忘れられない思い出を作る旅。京山南道サチョン川仁名チョリャン村に行ってみよう。